おっしゃー、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。スタート。お待ちしておりました。これはご丁寧にどうも。さて、困連り帯まし進化。た。催しもんやったら自分も出番が来てしまうやないか。出番ですよ。頑張ってください。連帯戦海辺、来ましたね。で、夜光貝報酬で、こちらの4振り、浦島さん、チャタンナキリさん、山頂毛さん、ちがね丸さんが、来ていただけると。で、まれに、大金平さんと、チャタンナキリさんとねねきり丸さんもいらっしゃいますよと。ということですね。虹色の貝を集めるといける特別合戦場ですね。どう思ったら、特別合戦場がこの2人か、チャタヌキさんとネリキルマさんで、難易度長男の、クリアまれにが大金平さんか。じゃあ長男行かないとダメってことですね。僕難ばっかり言ってたわ。難 の方が楽だから難ばっかり言ってたわ。じゃあちょっと頑張んないといけないな。で、貝を6万個集めることによって波の音が流れる。 いいなこれ。 波の音が流れる、いいな。ザー ザーザーいいな。今のご時世ね、あんまり外出かけづらい、旅行とか行きづらいですからね。これいいんじゃないか。巣ごもり需要あるんじゃないか。 いいとこ目つけますね。環境音、いいね。で、今回なんか特別な、能力を持って、 特別な能力ではないか。この3振りにアドバンテージがあるよということで、千代丸さんがいらっしゃると貝が1.5倍。千代丸さんがいると、これやばいよね。水 水砲兵が2回攻撃。これガチでやばいよね。で、チャタヌキさんがいると1回以上戦闘に参加すれば虹色が確実に1個手に入りますよということですね。ありがてえ。ありがてえんだけど、もうね、千代金丸さんはもう99、チャタヌキさんも99なんだよね。 まあ、極めにしろよって話なんですけど、まだちょっと順番的にね、まだうちは特段子のままなんで、99なんで上がりませんので。 悩ましい。ちがね丸さんだけはまだ84ぐらいかな。もうでも結構行かせてるから、これ連対戦86ぐらいになっちゃったかもしれない。で、ルールは一緒ですね。貝を集めて特別合戦場に行くと大量にいっぱいもらえるよ、っていう内容です。で、これ、お札水砲、これを使えば必ず10連作成の時に水砲兵がもらえるんですが、僕もこのイベント最初やった時にこれ1個買ったんですけども、これ買わなくても 1枚もらえるんですよね、最初に。スタートで1枚もらえるんで、割とそれで十分かな感がある。 そんなこと言っちゃいけないんだろうけど。 まあでも2舞台3舞台でガンガン回していきたいっていう場合には、全然楽。実際は初めて買った時も20個、スタートでできるわけだから、ガンガン2舞台で回していくには楽っちゃ楽。作るとめんどくさいもんね、これ。 3、4個作ったけども。で、ビクが売ってますよと、いっぱい貝が手に入るよっていうやつですね。基本この辺僕買ったことないな。 で、これは引き続き、行われておりますと。8月10日まで、意外と長いですね。頑張っていきましょう。日課担当で気づいたら出るかもしれない。今んところ日課担当でこの担当キャンペーンの方が出たことって1回ぐらいしかないんですけどね。あれはびっくりした。あとはいつもの応援パックでございますと。まあそうですな。そうですか。主犯がどうしてもって言うなら、お。少しくらいならやる気出してもええかあ、な。どうしてもお願いしますっていうか、連戦行ってもらいますのでよろしくお願いします。さて、今日はですね、その連対戦、行くんですけども、ただ連対戦行くのも 普段皆さんやってらっしゃると思うんで、今日はですね、我が家にちょっととあるものが届きまして、ツイッターの方では届いた日に、なんじゃこりゃっていう ツイッター流したんですけども、刀剣男子と学ぶ日本刀という、
はい、冊子が我が家に届きました。はい、まあ、表紙だけ写真撮ってあるんですけど、ちょっと中身は写真撮ると多分まずいと思うんで、はい、表紙だけ撮ってありますが、はい、こちらをちょっとパラパラ見ながら、うん、連帯戦にやっていきたいと思います。まあ、どういう内容があるんだろうなっていうのをお話ししながら連帯戦回っていきましょうかね。はい、それではよろしくどうぞ。出陣でございますが、メンバーは、ここ最近極めになって帰ってきたばっかりの方々ですね。いくら怖い顔しても連帯戦の僕は基本なんで言ってます。負けるときは負ける。長男はそれだけの話や。負けるときは負ける。やめてそういうの。長男はちょっとレベルが、うん、きついので帰ってきたばかりの皆さんではね、難を繰り返し言っております。はい、明石さん、健信君、小狐さん、あずきさん、ちがね丸さん、森藤志郎君ということで、ちがね丸さんはまあやっぱり86ですね。はい、こちらの方がいらっしゃるともう殲滅のペースがめちゃくちゃ速くてもう気持ちいいんで、はい、ちがね丸さん入れております。じゃあこのメンツで行っていきましょう。ほい、まあ、1戦目ちょっと見ていきましょうか。その水バッシャーの威力を、はい、2回攻撃やばいです。1回攻撃だって結構全部倒したりすることってたまにあるんですけど、はい、しかも 1.7 倍だからね。エロすんまへん。はい、すんまへん、すんまへん。俺も戦の習い、容赦はせえへん。はい、お願いします。容赦せず水バシャーでいきましょう。バシャーバシャー、はい、終わりって完全勝利。もうこの速さよ、うん、弾だけを集めるのにひょっとして何、この難易度何ぐらいをもうずっと駆け抜けた方が早いかもしれないですね、うん、めちゃくちゃ気持ちいい。はい、じゃあちょっと本の方を見ていきましょうか。はい、刀剣男子と日本刀を学ぼうという本なんですが、結構大きい、うん、A4 サイズ、僕についてこれるかな。で、価格は2200円と送料770円だったかな。まあそこそこいい値段はするんですけども、結構いい紙使っておりまして、うん、しっかりした、はい、紙質で、で、フルカラーですね。そして何やらスタートからいきなりこうビラビラ開く、なんか長い横にすごい伸びる、うん、で全刀剣な93振り、どこまでの方かな、大千鳥十文字有さんまでかな、うん、の男子の、ずらっと並んだイラストがありますね。でみんな横並びしてる絵が、チャタンナキリさんちっちゃいちっちゃいな、うん、まあ可愛いですね。はい、で実際の刀の背比べも書いてありますね。うん、なぎなた長えぞっていうのが、槍も長えぞっていうのが書いてありますね。すごい、キッズ用の傘と一緒に並べてある。キッズ用の傘55センチ、短刀30センチ。ほう、短刀短いよな、うん、そりゃ懐まで潜らないとダメだよね。ごめんなさい、画面の方全然見てないんですけど多分水バシャーでなんとかしてると思うんで、はい、あ、1個足りてない、ここ1個足りてない、水砲編ちょっと後でここ直しましょう。健信くん1個足りてないわ。で、日本刀の種類を知ろう。で、担当脇差し、内刀、太刀、それぞれの刀が書いてありますね。まあどういうものなのかっていうのを軽く説明が書いてあります。はい、金之助の豆知識とかありますね。武士は長さの違う二振りの刀を持っていて、戦国時代では内刀と脇差しを腰に刺していました。なるほどなるほど、うん、江戸時代になると刀剣を二本差しにすることが正式に義務付けられてます。義務だったんだ。はあ武装が義務だ。僕についてこれるかな。また野菜。え、何今なんて言った、また野菜って言ったまた野菜。で時代で見る刀剣っていうのが何ページかに、うん、渡ってありまして、平安時代とか、うん、南北朝時代、安土桃山江戸等ありまして、まあ、その時の流行りとか特徴みたいなのが書いてありますね。すげえな、確かに刀剣男子と学んでるわ学ぶ日本刀だ、うん、言いたいです。でこう三条派とか三池派とかがこうどの辺の、日本でいうどの辺の地域
だったのかっていうのがこれでよくわかりますね。筑後とか備前とか名前は聞いてたけど、実際どこなのよって言われたら分からなかったもんね。あ、この辺なんだっていうのが、はい、へえ日本刀の反りについてとか書いてある。反りもそっか、その時その時の流行りがあるんだ。はあ、鎌倉時代は結構反ってるんだね。はい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 。で、江戸時代になると無反り反ってないのとか出てくるんだ。はあ、明治時代の日本刀、あ、なんか見た目がちょっと西洋のサーベルみたいになってきた。すごい。あ、で、数々の武将たちに受け継がれた総座左文字とか、総座さんだけなんかピックアップされてんな。すごいな。武田信虎、今川義元、織田信長、豊臣秀吉、豊臣秀頼、徳川家康。あ、これははべらせるのですかっていう、それ言いたくもなるわな。あ、すごい、作り方が載ってる日本刀の作り方、お家でできちゃうこれできるわけねー。5つの作業があるんだね。あー、なんだっけ、叩いて不純物をなくすって、なんか、鬼滅の刃で言ってたけど、あー、鍛錬、何度も鍛えて鉄を強くする、下地研ぎ、ここから研ぎ師が登場これでどうなの、合格、すげえ。あ、でこっから刀剣男子93振り大紹介と、はい、ここはまあイラストのみと思ったら違う、ちゃんとあの実際の刀の結構大きめの写真もありますね。あとは言ったら一生終わってたやばい、楽しい、これ久々だなこういうの。前田東志郎と申します。やっぱあのあれですね、こうiPad とかで電子文具とか結構流行ってきてるけど、僕はこういう紙タイプ、の方がやっぱり性に合ってるなこうペラペラめくってうんって戻ったりすぐできるのがやっぱり、いくら怖い顔しても、あーで虹溜まってんな、ね、虹だけは僕は長男の方行ってます、はい、一戦なんでね、もう明石さんが会話が長いな、かぶるかぶる、じゃあ行ってもらいましょう。はい、へー、あ、すごい、謙信くん、この間帰ってきた謙信くん、文字が結構きっちり彫られてるんだね。なんて書いてあるんだろうこれ。秩父六？あ、秩父大菩薩？これも戦の習い。あ、いいね、秩父大菩薩で、合ってるらしい。すごいな、ま、結構真っ黒なんだな。光のあれかな、加減かな。いやでも他の方の結構明るいな、結構黒いんだな。僕についてこれるかな、カゲンス君。へー、で、あー、太閤左文字、あー、はいはいはい、お猿さんね、はい、エロすんまへん、左って書いてある。やる気ないのが売りなのに、あの持つところの部分に左って書いてある。あ、ちがね丸さんレベル上がっちゃった。あーちがね丸さん99になるとちょっとここ連れて行きづらくなるから困るな。でもこの速度保つためには連れて行きたくなるな、僕は食大切り三つただ、はい、ようこそ、はい、じゃあ2周目行きましょう、何周かかるだろうこれ結構じっくり読んだらすごい、読み応えありそう、今こうペラペラめくってるだけですけども、結構文章も多いんですよね、読むとこいっぱいあるわ。で、あ、骨ばみ藤四郎さん、こんな下の方にこんなかっこいい彫りあるんだ。いくら怖い顔しても、何これ、勝てる時は勝つ、なん負ける時は負ける、それだけの話や、何のあれなんだ、竜かな、やっぱり舞台選択、ちょっとゲームの方見てらんないでこれね、あのみんなでブシャーやってればもうずっと桜舞いっぱなしなんで、はい、もうずっと連戦いけるんで楽でいいですよ本当に、はい、だこれずっとやってますで脇差しですね、エロすんまへん、なぎたな、なぎなた直し方な、無名伝淡田口義光、そう、名前がそう、なんかすごい
名前なんだよね。僕についてこれるかな。これでどうだ。で名物骨ばびとしご。深いわ。しがね丸かっこいいな。なんかすごい綺麗なラインが入っている、ちがね丸さん。へー。で脇差し、黒漆脇差しこしらえ五地金丸、地金丸っていうんだ本来。へえ。実際の刀が右のページに書いてあって、で刀剣男子たちの説明が、そこ刀剣男子の説明も一振り一振り結構細かく書いてあるんだよね。うん。だから地金丸さん、琉球王国の王家に伝来した宝剣の一つ、山城生まれの琉球育ち、こしらえは本土製だが、つばと切羽は千代金丸と同種のもので、琉球でつけられたと思われる鳥のように舞う沖縄武術テイの使い手ね。細かい。しかもなんかパラメーターまで載ってる。はあ、結構違うもんなんだな、こうやって見るとパラメーターって。浦島くんと全然違うわ形が。はあ。自分だけの舞台を結成し出陣しよう、トーラブゼミ。あ、ゲームの方の進め方みたいなのもちょっと書いてあるんだ。はあ。でもゲームやってない人この本買うかな。買うかな、どうなんだろう。はあ。あ、キッコーさんだ、リアルキッコーさん。長く感じる、すごくここに来ると。へえ、すごい反ってんね、キッコーさん。落とす。どこに亀掘ってあるんだろう、どうだろう。僕についてこれちょっとわかんないこの写真だと。ちょっと巻きでいく。ああ、カネさん、カネさんじゃない、カネさん。子供殺法。刀目泉の神カネさん。これでどうだ。ちょっと熱い。しまった。熱い。ものすごく痛い。見えとるで。防げるものか。70.3センチ。豆知識。10人兄弟の末っ子としてお金持ちの農家に生まれた土方歳三。え、そうなんだ、10人兄弟の末っ子なんだ。新選組局長の近藤勇とは25歳の時剣術の道場で出会いました。この豆知識、この豆知識もいいな。はあ、持ってた元主の知識まで入れてくる、ぶっこんでくる。近藤助ありがてえ。お、ヘッシーだ、ヘッシー切り長谷部。すさまじい切れ味。信長の性格を物語る逸話とすさまじい切れ味。はあ、ヘッシーか。名の由来は信長が善棚の下に隠れた茶坊主をその棚ごとヘシ切ったことから、主への忠誠厚く、その一番であることを渇望しているが口にすることはない。え、そう。結構口にしてませんか。口にはしてないっけ、直接。どうだっけ。汚れ仕事も平気で行う。はあ、面白いなあ。僕についてこれるかな。またやさい。何センチもんち。なんか波紋がすごくなってきたな。へえ。波紋とか全くほぼない。ほぼそうだよな、バミさんとか波紋っぽい波紋ないもんな、パッと見。ナンセンスすごいな。波めちゃくちゃ打ってる。この辺は割と、イベント男子が多くなってきた。で、まつげ、もう内刀多いですね。子供サッパーの極意。まつげ坊さん、波紋っていう波紋がやっぱりないの、まっすぐに見える。若干あるな、若干ある。へえ。27歳で若さで亡くなった幻の刀工、郷義弘。若い。27歳で幻、こんな名刀を作っちゃうの。すごいな。なんか投稿すごい、なんか伝説の投稿とか言われるとすごいこうもう気合入ったおじいちゃんみたいなイメージあるけど、27歳でこんなの作ってたんだ、すごいね。はあ、しかも結構豪派ってあるもんね、数。ひえひえひえ、才能ある方だったんですね。あ、来た来た、国宝来た。国宝来ましたね。立ち名三条名物三日月宗近。わあ、美しいですね、やっぱり。あ、なんか毛利君が やられそう。でもこのイベントは怪我しないんで大丈夫。うん、ちゃんと撤退してくれるからね。霊力じゃんじゃん出しますよってね。はい、総早さん。
このすけの豆知識が面白いな。不意打ちこそ子供サッパーの極意。物の加護ぞあらん。数年の間三日月宗近が行方不明になってたとか。はい、あ、大金平。神仏の加護ぞあらん。ものすごくいい。モロタワ。モロタワ。なんか今ゲームの方すごい会心の一撃連発してなかった今。バシュンバシュン言ってたけど。立ち目備前の国金平作。はあ。なになになに。あまりの美しさに GHQ 連合国軍総司令部のトップだったマッカーサーが欲しがった。マッカーサー、マジか。自由の女神となる交換してあげると返され断念したという話が残っていますね。何この小話、まあ、面白いんだけど。マッカーサーが、マッカーサー刀欲しがったんだ。大金平、子供たちの方、誰が返したの、自由の女神と交換したものすごく見えとるで。すごいな、面白い。はい、やばい、これずっと読んでられるわ。あ、古竜さん、あ、古竜さん、古竜掘ってある、すごいちっちゃく掘ってある。まさに古竜立ち目、すんまへん、うん、やる気ないのが売りなのに、備前の国おさふねしまいましたわ。おさふねの十影光、過去こういう影光。長い。あ、いい経験値ですね。いい経験値だ。新たな刀剣を発見しました。あ、まれ男子、まれ男子。あ、国宝。あ、獅子王さん。俺の名は獅子。あ、2勝終わっちゃったよ。2勝終わっちゃったよ。まあちょっとあと1周ぐらいかな。うん。面白いこれ。でもなんか再販、そう、あのコメントでいただいたんですよね、うん、再販してますよって、始まりますよって、はい、で、もう即申し込んだんですけど、今見たらまだあのもうちょっと予約は、うん、今終わってるみたいですね。また再販されるといいな。いくら怖い顔しても、うん、これは生えるべきで。勝てる時は負ける時は負ける。これは面白いわ。立ち無名大和もの、ああ、ゴー獅子王、ああ、今ちょうど話に出てた獅子王さん、結構黒いな獅子王さん。平安の世を騒がせた妖怪、ヌエを仕留めた褒美に送られた謎多きたち。本当だよ。ヌエ、ヌエとは日本に住む妖怪。これも戦の習い、容赦はせえへん。顔は猿に似ていて、タヌキのような、え、顔が猿でタヌキのような体で虎の手足を持ち、バランス悪いな。クラテア、蛇のような尻尾があるという。蹴り落とす。はあ。子供殺法、懐潜り。妖怪って本当にいたんですかね。だから今はもう絶滅した、実はなんかの動物だったのかもね。え、なんこれ。山頂もさん。山頂の産毛に似た刃文が特徴的な福岡一文字派の最高傑作。あ、このほんとすごいな、刃文。なんかこの一刀だけすごい独特ですね。山頂門さん、刃文ってこういうもんなの。え、なんか本当に鳥の毛にって言われたら、うん、そんな気するわっていう。へえ、山頂門さんだけは間違いないな、これ見間違いないわ。はあ、豆知識。波紋は山頂の産毛のほか、夕日に照らされた山々や延々と燃える山火事のように見える。そうか、うん、鳥の毛っていうのが一番しっくりくるな、個人的には。はあ、すごいなこれ。鎌倉時代中期に作られた太刀で福岡一文字藩の最高傑作と言われているよ。言われてるよ、うん、面白いなこれ。あ、大立ちになりましたね。ね、ゴーを寝できる長。写真でも分かる長さ。24キロ、え、24キロ、24キロってことはあれか、電子レンジぐらいか。ヘルシオとかそのぐらいの重さじゃなかった、シャープの。え、じゃあ、あのシャープのヘルシオを振り回す勢いで。不意打ちこそ、子供サッパーの極意。物の加護ぞあらん。ものすごく良く持ってるで。医者門天の加護ぞあらん。だとすると、またやろうとしたって。どんな、どんな見えとるで。蹴り落とす。
ねねはねえねえと鳴く妖怪。え、また妖怪なんだ。はあ。あ、槍。お、かっけえ日本語。え、日本語の堀かっこいい。なにこれ。登り竜してる。え、結構登り竜掘られてる人って多いんだな。うん。あれ一人一人お家に帰ってるよ。いつの間にか見物してるよ。あれあれれ。いやー、すもう芸術だよなこれ。武器って本当芸術だな。すげー。子供たち、はい、ところ潜り。今なんか今2つのセリフ混ざって面白いことになってるんだ。子供殺法はいさ、また下くぐりって言って、はいさ。なんか面白い混ざり方してなかった今で。なぎなたと、え、なぎなたは写真ないんですか。あれなぎなたないの、ないのか。最初のページだけか、なぎなたは。へえ、あ、戦闘しない、戦闘しないって。刀の貫禄、お、すごい。切羽詰まる、うん、ゆうゆう。反りが合わない、ゆうゆう。え、真剣勝負って何。不意打ちこそ貫禄くらい。子供タッパーの極意、目抜き通り。え、聞いたことないな。ツバゼリア。あ、そうそう、これパッと見た時、パッと見た時なんじゃこりゃっていうページがあって、うん、あの刀剣男子の速度どんなもんっていうので、なんか F1 ガーと刀剣男子が一緒に映ってるってよくわからないページが、うん、え、そんなに早いの。え、嘘でしょ。本誌が手に入れたとある本丸の刀剣男子たちのデータだ。どこのデータだよそれ。短距離の加速力は F1 ガーにも匹敵する。やばいな、やばいな、その速さで。パワーは何これ、クマ。注釈、すべての刀剣男子に当てはまるものではありません。いるか、その注釈。なんだこれ。え、高身長、自販機の高さと比べる。すごい、自販機の高さよりも顔一個分上に出るんだ、ねねきり丸さんとか。切り落とす。何なんだよこのページ。特集じゃない。特集じゃないよ。刀剣男子のすごい能力、ジャンプ力。キリンを飛び越えるほどのすごいジャンプ力。まあ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 、それはね、あのオープニングムービーとかで、あの淳くんとか飛んでたよね。うん、飛んでた飛んでた。だからってキリンと一緒に描かなくてもよくない。で、小学生の身長はこのぐらいとかこっそり書いてある。お、桃源男子シルエットクイズ。シルエットでバレバレ。一応ヒント書いてあるけど、シルエットでもう一発で誰かわかるじゃん。なんだこれ。傷をつけたわけでも。くらってやな。なんじゃこれ。あ、でもこれ逆についてこれだ。逆にヒントの方がわかんないのがあんな。しまった。紀州にあったこともある梅干し作りが得意な刀剣男子。そんな情報あったんだ。梅干し作り。はやあ。復元プロジェクト。どのように復元されたかとか、そういう話が書いてある。で、もっと刀剣男子を楽しもう。もう刀剣男子にはどういうものかが書いてある。あ、刀剣男子は刀剣乱舞がどういうものかが書いてあるね。うん。あ、っていうか、なんか何気にすごくピンチじゃないこれ。大丈夫なの。あと一戦耐えられんのこれ。回復ってなんかある、評論があるな。もう使っちゃうかこれ。イエーイ。こういうの超なんで使うべきなんだろうけどね。はい、で最後のページですね。うん、すごい量のステッカーがある。特製付録、刀剣男子シール。いや、僕こういうのもったいなくて使えた試しないんだよね。今までもこういうのは、うん、本買ってついてきたことあるけどさ、もったいなくて使ったこと一度もないわ。やる気ないのが売りなのに。しかもどこで使っていいか分かんない。これ自分のあれかな、あのマグカップとか、マグカップじゃあれだな、洗えない。あのランチジャーの外側とかに貼ればいいかな。はいはいはい。
というわけで、はい、まあ、終わりましたね、60ページでございますね、フルカラーで、はい、いや、これな、今まで、ここまで見てきた中で一番、うん、インパクト残ったのは、やっぱ三丁門さんかな、うん、初めて見た、これ、いつか、あれですね、本物見に行きたいな、実物ね、はい。あ、カネさんようこそ。俺は泉の神カネサだ。はい、というわけで何週したっけ？ 3 週したかな3週と特別合戦場1回ですね。はい、まあ、パッと見ただけでもそんだけ回れちゃいますよと。じっくり見たらこれ1日でも読み終わんないよこれ多分。いくら怖い顔してもというわけで、今はちょっと はい、あの注文できないみたいなんですけども、ひょっとしたらね、うん、また再販されるかもしれませんので、もしちょっと今回、はい、まだ手に入れてないよ、手に入れたいよって方は、うん、チェックされてはいかがでしょうかと、はい、思います。僕はこれ買ってよかったと思いますね。はい。さて、というわけで今日は、何分かな、結構長くなりましたが、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回も、はい、よろしくお願いします。では、失礼します。